構造アクチビンは、卵胞刺激ホルモンの合成と分泌を促進し、月経周期を調節する役割を持ったペプチドである。インヒビンとは逆の作用を持つ。生鮮、下垂体、胎盤や他の臓器で産生される。アクチビンは2つの β サブユニットを含み、それらはインヒビンのそれと同一で、アクチビン A、AB、B の3種類の形を取ることができる。 インヒビンのようにアクチビンはトランスフォーミング増殖インシベータファミリーに属する。卵法内でアクチビンは FSH 結合と FSH が誘導する酵素によってステロイドが方向感化する性ホルモンの生産を促進する。これが卵巣と精巣でのアンドロゲン合成増幅応対形性ホルモン作用に関与する。男性においてはアクチビンは精子形成を促進する。 脊椎動物肺あるいは培養細胞においてアクチビンが細胞の分化を促進するということが知られている。肺由来の未分化な細胞群を様々な濃度のアクチビンを含む培養液で培養するとアクチビン濃度に応じて様々な細胞へと分化する。当初は肺発生における中肺用誘導の原因物質と考えられたが後に否定され、 試験管内で培養された細胞に対して文化を誘導できるツールとして現在もしばしば利用されている。ありがとうございます。